風が揺れてる、波が歌ってる。俺タミじゃん。俺は今日も歩いてる。何やってんの？ロムヒーちゃん。何やってんの？ちょっといやらしい機会持って。え、何やんの今日は？いや今日はね、うん、まあもう今の歌でちょっと気づいてもらった。気づかない気づかない。いや、反町さんですよ。いや、わかるよ、ビーチボーイズ。まあ、そうそう、俺たちの青春のね、うん、ドラマ、うん、まあ、好きなファンがいっぱいいましたよ。うん、うん、反町さんとかね、あの竹野内とか、陽水涼子、稲森泉、もうスーパースターがさ、夏の思い出の素晴らしいドラマを作ってくれたんだよ。今の時代じゃちょっとああいうのは作れないかなっていう。なるほど。で、そのドラマ繋がんの今日の企画に。ごめんごめん。まあそう、夏といえば、うん、ダダダーンってことで、これ何だと思います？何それ？いや、俺にはいやらしい機械にしか見えないんだけど。いやらしいでしょ。いやらしくないんですよ、見てよ。まあちょっと結果的にいやらしい方向に行っちゃうかもしれないけど。いえ、あれですよ、ほら、ダダーン。俺はプールじゃないですか。夏といえば、はい、プール。そういうことよ。まあ、プルパしちゃおうよっていう。あ、まあ、トレーニングもいいんだけど、うん、俺はね、バルコニーで、ね、ってやんのもいいんだけど、まあ、せっかくね、このスペースがあるんで、ちょっとプルパしちゃおうよって。はい、これは、そのプールに対して入れちゃう、あのエアポンプです。おー、電動なんで、うん、ほら入ってるよ。今日はフルパーティーだよ。 OK。 おお、どうもどうも、クリちゃん、ロムヒー、ハイジン、クリちゃん、さあさあさあ来ましたよ。もう水海岸ですから、これ。お、もう泳ぐ準備バッチリよ。グラスね、起きちゃったんだけどね、もう夕方じゃねえかよ。飛行機の飛行機が通路なんて、ブオーって言ってる。まあ、ということでしちゃいましょうか、パーティー。え、これからビキニギャル呼んでさ、夏といえばフルパでしょ。何飲んでんすか？お前まさか水じゃねえだろな、これ。いや、酔ったら危ないんだよ。溺れちゃうじゃないですか。せめてコーラとかにしようぜ。では入水の準備してください。はい、よろしいですか？いいよ。だいぶ涼しいけども、夕方で。レディーゴー。うわー、ああ最高。これがしたかったよね、やっぱ夏はね。気持ちいい。いいわ。なんかさ、去年この円形型のやつ買ったんだけど、うん、足がやっぱ伸ばせなくてさ、これ伸ばせていいわ。しかも去年買ったらさ、もう鳥がさ、うん、入浴してやがって羽が浮いてんの、帰ってきたら、うん、ふざけんなとか思ってた。蓋かなんかしといた方がいいかな。あ、じゃあロムヒ君も入っちゃいなよ。いほら、開いてるから。いやいや、ちょっとそれは勘弁してよ。そのベッドに誘うノリで言うのやめてくんないかな。あの、マジ気持ちいい。朝とかさ、うん、一人でこう入水したくなって、ほらもう見えないから、周りから無心でしちゃうよ。いや、まあ、見えないんだったら52ほい、いいね。ちょっとグラスの中身が違う気がするけど。分かんないでしょ。いや、分かるわ。あー、マジでも最高。気持ちいい。いや、気持ちいい。超気持ちいい。気持ちよさそう。気持ちよさそうだね。ロムヒー君、夏っぽいね。いや、パーティーでしょ。とりあえず飛び込んじゃいましょうよ。夏と言ったらプルパでしょ。プルパ。はい、ゴー。
うですか。いや、いいねこれは。やっぱいいよね。いや、ね、やっぱこう夏っぽいよね。そうだね、ちょっとこう、おいいね。割り使ってきたよ。やっぱちょっと寒いな。夏10月だから。なんだよこのシュールな。どうしてくれんの？なんだろこれ。まあとりあえずね、お疲れ様でした。お疲れ。